忘れもしません。私を無視したヒュンメルという方ですね。こっちを見ているじゃねえか。気が変わって仲間になりたくなったか。それは考えにくいと思いますが。なんだ今のは。もしかしてあいつがやったのか。あれは銃。砲は小型化した最新の武器です。何でも火薬を使って鉛の弾をすごい速度で射出するとか。すっげえ武器があるもんだな。礼には及ばん。助けていただいて感謝しますが、発砲の前に一声かけてくだされば。その前にあんたの肩が食いちぎられていたと思うかな。なんなのです。ジロジロと失礼ではありませんか。お前たちに同行させてもらうぞ。お？え？今なんて？どういうつもりなのです。本当についてくる気でしたら理由くらい話したらどうなのです。気にするな。向かう方角が同じだけだ。変わった兄ちゃんだな。アドル・クリスティ、あなたからも何か言ってやりなさい。ああ、適当に頼む。戦力になりそうだし、わしは大歓迎だがな。どうしてこうも非常識な方たちばかり集まるのでしょう。しかしその銃は一体どこで手に入れたんですか。それを今教える必要はないと思うが。一体何なのですキノコさんは。ヒュンメルの兄ちゃんは運び屋だって言ってたな。一体何を運ぶってんだ。手紙や預かり物ってとこか。何でも運ぶ。たとえそれが死体や御禁制のものであってもな。へえ、死体。裏の社会に運び屋なるものが存在すると聞いたことがあります。何でもよからぬ品を取引する際に利用するものが多いとか。
その運び屋が何だってこの辺りをうろうろしてるんだ。それを説明する義務はない。一つ契約厳守、一つ事情を聞かない、一つ預かった荷物を開かない。この三つこそが運びの鉄則であり、俺はこれを貫く真の運び屋なのだ。まあ安心しろ、お前たちに危害を加える気はない。そうかよくわからないが安心したぜ。本当に大丈夫なのでしょうか。ああ、意外に生真面目で融通が利かなそうな気もしますが、いろいろな方がいるものですね。おや、何かあるぞ。
一息つけそうだな。
you